時の進む力はあまりに強くて、足もつかぬみなそこ必死に今を書く。あがきの未来は空っぽで、いつの人生は費用対効果散々で、再三の外し毎日、僕はただ流れる空に横たわり、水の中口と気泡を吐いていたんだけど、世界が君を小さな肩に乗っているのが僕にだけは見えて、泣き出しそうでいると大丈夫ってさ、君が気づいてさ、聞くから大丈夫だよって僕は慌てて言うけど、なんでそんなことを言う。大丈夫になりたい、大丈夫。